どうも、ナキです。さあ、今回は玉ねぎを使ったとっても簡単な一品料理を作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今回使用する食材はこちらです。玉ねぎですね。そして調味料はめんつゆとウスターソース、バターとおろし生姜、ニンニク、塩。分量の詳細はこの動画の概要欄をチェックしてみてください。さあ、まずは皮を剥いた玉ねぎを 1.5 センチから2センチ幅の輪切りにしていきます。さあ、そしてボウルを用意し、あらかじめ調味料を合わせておきます。さあ、それではフライパンにバターを入れて弱火にかけます。そしてバターが完全に溶けきったら玉ねぎを並べていきます。塩を薄く振りかけて弱火でじっくりと焼いていきます。焼き色がついたらひっくり返して裏面も同様に焼いていきます。玉ねぎに火が入ったら合わせ調味料を加え全体に絡めれば出来上がりです。